どうも、お暑ござえだよな、今日。ずっと涼しい日が続いてたからさ、だからなんか声がまた枯れちゃってるよ。今朝なんか寒かったもんね。それで、前後で、毎日新聞のオピニオンっていうね、ページで、まあインタビューされて、まとめて、まあちょっとこっちがね、あれだ、手直しもしたとこもありましたけど、これ、だから3人で、だからここだけあれだ、電子版ので、だからあれがカラー写真だったけどね、全国紙に載って、だからこれは同志社大学の先生の、新川先生っていうんだね、それで透明化進め、能力高めようと、それからこれは全国市民オンブズマンの、事務局長と、新海さんっていう人で、それで僕と。だけどまあお二人はね、その地方議員じゃないし、まあ、現場を うんと細かくしてるわけじゃないから。まあ理屈の方が多かったんだけど、まあそれはそれでね、だけどこのとこまた騒いでるもんな、あれの兵庫県のさ、あれが、警察でまだ調べられてな、それからね、このあとにね、NHK でね、あれだ、30分の特集でやったんだけど、それはさ、あれだよ、よく出てくるあの日大のね、あの先生とかさ、それから前の三重県の知事やったさ、今早稲田のなんか先生、何も知らないで理屈でさ、能書き垂れてたけどさ、あれはあんまりね、何も参考にならないしさ、であれだよ、理屈ばっかり言っててさ、だけど僕のはあれだ、あの地方議員っていうのはもう必要であると、すぐさ、何かあるとさ、地方議員の子多すぎるとかいらねえとかさ、だって国会議員でさ、とんでもねえのがさ、しょっちゅういるだろ今だって。なんだあのヘイトスピーチのね、あの連中と仲が良かったり、なそうやってとんでもねえじゃねえ、ネオナチを名乗ってるのとさ、付き合いがあったりとかなんとかって、みんな安倍晋三のお好みの女性議員だろ、あれとんでもねえぞ、そんなのかといって、それじゃあさね、安倍内閣の閣僚なんか全部いらねえとかなるかって、そうはならねえんだから、まあそんなことで結構読んでいただきまして、ね、ありがとうございます。で今まだね、あのブログで載ってますが、これを今撮ってる YouTube、ね、それと、でもあの差し替えになりますが、あの僕のみんなね、アーカイブ、あの遡っても見られるようになってますんで、これはこれでまた見られます。じゃあ今ね、安倍内閣の話がちょろって出たんで、その本当はね、一番メインに決算委員会ね、であと、明日事務整理日で、明後日最終日でね、いろいろ議決するんだけど、こんなにあるんだこれね、決算書ね、主な施策の成果と報告書ってね、平成25年というふうになってますが、これは平成25年度のね、あの決算を認定するかしないのかという、僕ら無所属で、僕とそれからあれだ、坂本文香なんていう女性議員無所属、それから梅原達郎さんと3人でね、まあ、会派ね、目黒無所属ドップの会と、でそれは予算に賛成しなかった、反対した、当然このあれだ、使い道のこれにもさ、反対するというので、あさってね、で討論は僕がまあ反対理由を述べるのはいつも僕に役割が回ってくるんで、それやります。でちょろっとこう見るとね、いろいろ主なのでさ、何よこれ、豊かな人間性を育むとかさ、こんなこと言ってながらさ、冗談じゃねえようなことばっかり、これだとそうだよ、電線地中化のさ、でそのこと細かく聞いたりしてでね、なんだか何も答えられねえでさ、自分でね、あれだ、選挙戦の公約だなんて言ってながらさ、何千万かかるか何億かかるか知らなかったのっつって寝ぼけたこと言ってやんで、ね、取り詰めました。それは後でね、今さっき言ったように、そのあれだ、安倍総理の話が出てきたっていうんで、安倍内閣ね、のは安倍さんはその道徳教育っていうのすげえさ、あれだ、前からね、ああいうそのさ、右かかった、右翼志向の人ってのは、やれ道徳だとかさ、なんだとかって言い出して、じゃあ本人はどうなのかって言ったら、いからかんなもんでさ、それの典型なのが、ね、この間終了した、7月14日かな、放送してた、フジテレビの人気番組、ね、で、今、12、3年も前に1回やったんだよな、キムタクでね、で、高視聴率だった。で、それの、第2弾ということで、この間の9月の、
月9だから、月曜日の9時だから、あれ22日だっけな、最終日があって、うん、大した視聴率だった。でそのことでね、僕はあ、でこのうちの何かって言えば、下にさ、道徳教育とヒーローって書いてあるわけで、フジテレビと文部科学省がタイアップしてさ、うん、その宣伝役をフジテレビがじゃないよ、フジテレビのドラマの宣伝をもう文部科学省とかやっちゃってんだよ、ね、ビラをさ、これね、ポスター、これ各小学校、中学校、高等学校にさ4万5千枚だよこれ。ね、サイズがね、でけえんだこれはね、あれだ、B3 番ぐらいんじゃねえか、うん、あ、そうだ、うん、A 版より B 版の方がでっかいわけだからな、うん、それのだからでっかいポスターで、こんなよくさ駅なんか貼ったんじゃん、あれだよ、うん、でそれでここにさ、うん、文部科学省の、うん、それで毎週月曜夜9時フジテレビね、やってさ、これを文部省があったの、うん、でそれでね、この間朝日新聞なんかでも記事にしてましたけど、これ買ってさ、日教組の全盛期なかったらこんなことできるはずねえよ、こんなさ文部省とさ民放がタイアップしてさ、ビラだので、チラシに至ってはさ、これチラシだよ、これが、これがここにほら、文部科学大臣だよ、下村博文、うん、それで道徳は子供たちに命を尊ぶ心や他者への思いやりね、規範ね、お手本意識ですね、規範、意識、お手本っていうのも変だな、そういう規則にのっとるというような規範意識、そういうことの意識や自主性など豊かな人間性を育みと、うん、とこう書いてあるわけね。まあいいことだそれはね、うん、それでね、週刊大賞のこれ明日発売なんだけど、これを僕は通算30年以上連載してるコラムがあって、ちょうどそのことを取り上げたんだよね、で、これで、ちょっと小さすぎるので、さっき拡大コピーをして、どういうことを書いたかといえば、言えばだよ、うん、で今回のはね、平均視聴率がね、10回放送して、いくつだっけな、あ、大したもんだ、21.3% あった。初回は 26% くらいだったのかな。最下位が、最終回の10回目が 20. 点いくつ。それだけど、これはね、あれだよ、NHK の朝の、ね、テレビ小説、テレビ朝ドラを除けば、これが一番だから、ね、うん。それで、大した視聴率なんだけど、それで文部科学省はヒーローの人気に乗じてさ、あれだ、道徳に興味を持たせようと目論んだんじゃないかというふうに僕書きました。でヒーローのポスターを4万枚、これのでけえやつな、これを4万枚でチラシをなんと80万部だよ。ほいでこれはさ、文部省があれだから、こっちを利用してんだから、当然文部省が金出してるわけだよな。だってチラシだってさ、安くったってあれだ、これね、空釣りだから5円じゃできねえだろうの。それで80万部っていうんだから、1枚1円で80万、5円だったら8500万、その場合だったら800万とかさ、そんなこと使ってるわけだよ。でポスターに至って持ったら、これはまあ半分こうしてるかもしれないな、うんうん、でこれはね、あのヒーローのことを書いてあるけど、あれだ、道徳教育の教材を作りましたと、で各学校に配りましたっていうのこと、これは文部省だろうね。それでまあこういうことが出てきて、でもう文部省のホームページで正義ってなんだとかのかね、こっちのあのヒーローに乗っかって、そしてこの冒頭で、生徒が生命を大切にする心や他人を思うっつって、さっきのほら文部科学大臣のねメッセージがあったけど、あれじゃあ俺だ、安倍さん何やってたかって、ついこの辺でしょ、広島でさね、集中豪雨で土石流でさ、もうすごかったなあれな、丸ごとダーッと崩れて、その時にじゃ あの安倍さん何してかって言ったら、夏休み取ってたんだよな、うん、それで山梨県内の富士山麓の方に別荘があって、そこに行ってたな。それですげえのって言うんで、当然連絡入って朝の6時半に自衛隊の派遣を指示したと、総理大臣だから。それですぐさ官邸に向かえばいいものを、ゴルフ場行っちゃってんだよ、川口湖近くの。それで一緒にゴルフやったのが元森元総理ね。で森元総理といえば、
これはゴルフやってた時にあれだ、水産高校の船がハワイでアメリカの潜水艦とぶつかってね、それを知ったってすぐに帰んないでさ、ゴルフやってたって、それ大問題になって、まあそういうことがきっかけでやめたんだけど、それともう一人は、なんとヒーローを放送して、フジテレビの日枝さんって会長だよ。社長会長通算26年やってんだから、彼は。ね？おう。それで今、フジテレビと、あれだ、安倍さんはさ、もう、しょっちゅう、あれだ、首相の同行とか出てくるよ。飯食った、ゴルフやった。そして今度あれだろ、オリンピックの、ね、会場の、いろんなのがあそこ湾岸エリアでなる。それからあとはさ、あれじゃない、賭博、博打な、おう、あれのを あの辺に、招致しようってのもんでさ、うん、それじゃあさ、ね、人の命を尊ぶとかなんとか言っててさ、安倍さんはすぐに戻らずに9時過ぎまでやってたんだから、8時からゴルフを始めて9時過ぎまで、ね、そんなこと言ってんだから文部科学省が言ってるさ、命の生命を大切にする心や他人を思いやる心を身につけるべきなのは安倍総理じゃねえかというふうに僕は書きましたけど、そうだよそんなの。だけどさ、ほどほどにしろっていうのよ、ね、文部科学省はさ、フジテレビのヒーローの、ね、視聴率を上げるさ宣伝会社かって言うんだよ、ね、それ電通だ博報堂だとかさ、そういうさ、ね、広告会社あるけどさ、文部科学大臣じゃ、文部科学省がさ、いくらその何キムタクやってる検事さんがね、昔の言葉で言えば正義感だ、正義の味方だな、うん、そういうことを真似てね、同族心を養おったって、それ安易すぎんだろ、そんなものが道徳かっていうのは。それでなおかつポスターだ、チラシだと。で、早速これ、学校でもらった、配った、ね。うん。で、その人がネットオークションに出てるっていうの見たら出てたよな。ネットオークションに。ポスターとチラシで。こんなチラシねえだろって言ったら、これが出たんだもんな。だから今の子が配ってさ、これ珍しいもんだと言うんで、ネットオークションにかけて、まだろくな値段ついてるけどさ、だけどそんなことやっててどうすんだっていうのよ。それから、今度は選挙の話。選挙といえば、去年ね、東京都議会選挙がありました。それで、目黒区の、定数は3なんですけども、まあ、新人としてあれだ、自民党のね、栗山という区議会議員が自民党で出て当選したんで、今自民党がね、自民党ブームだったかな、去年の参院選の時はな。それで、鈴木孝道っていう前からやってるのがいる区議会議員出身だけども、でもう一枠栗山っていうね、まあ新しい議員がなって、そこへね、これ鴨志田理恵っていう、一番最初の選挙は無所属だったね。途中から、だから4期なんだけど、最初のね、1期は、あれはね、補欠選挙だったんだな。うん、それなんで変則4期であって、4期で、都議選に出なければ、来年の、まあ、4月までね、任期はあったわけだけど、彼女は出て、まあ、落ちて、そしたら今度、もうびっくりするような選挙をやったわけ、北海道の根室市の市長選に出たわけ、ね、うん、でそれもね、出るっていうのを僕は聞いたのは7月になってからだったね、うん、北海道新聞のインタビュー受けたりなんかしてね、出るというのを固めて、実際には、7月の、これはね、市長選の場合には選挙運動期間は1週間だから、で9月の7日、あれは告示で、それで9月の14日が開票だったのね。でこの長谷川っていう現職の人はもう60代の後半なんだけれど、今度3期目ね、うん、それで、ここのね、根室は12年間全く区長選の選挙がなかったっていうところ、うん、それだから一人しか候補者いないわけね。で今度彼女が出て、で当選した現職の人は8456票、鴨志田理恵4646票。半分以上取ってるからね。うん。まあ大したもんっちゃ大したもんだ。うん。で、落選ということで、それで終わらなかった。
それでさっきちらっと見せたのはこれがね、26日の NHK の、 テレビのニュースでもやったというんで、その後のこれはね、後っていうかあれだ、 NHK はこういうね活字の、ニュースもただで見られるように流してるので、でそれをコピーしといてあれなんだけど、でここの一部を読めば、鴨志田氏は記者会見で、まあこのね、選挙無効の無効の、まあ、申し立てをしたわけ、選挙管理委員会にね。それはどういうことかっていうと、これは公職選挙法が改正されて、現在は、市長選、東京で言えばあれですね、区長選、ね、の場合とか、あと東京で言えば都知事、それから北海道で言えば道知事だよね、県知事ですから、地方公共団体、地方自治体の長、ね、首長に、当たる人の選挙に関してはビラを配れるようになった、うん、僕らは区議会議員の選挙の時は自分のビラは配れない、だけど区長選の区長に関してはビラが配れて、それはね、市長選の場合には、区市町村みんな一緒なんですけど、まあ、町長もそうですが、一律1万6千部、あ、1万、まあ、1万枚と言った方がいいのか、1億、あ、じゃない、1万6千枚のチラシが配れるわけ、ね、うん。で、ところがこれはね、選管が知らなかったんで、候補者の説明会の時に、鴨志田候補に説明してないわけ、うん、それでまああれだ、現職の区長にもね当選した、説明してないって、何かあったら12年間も選挙やんねえから、今から6、7年ぐらい前に改正されて、今までは、首長の選挙でもチラシはダメだったのね、それが OK されたってこと知らなかったんだから、とんでもないよねそれはね、うん、で鴨志田さんが選管にその異議申し立てをして、ね、で彼女はこれ向こうで記者会見やって、全国ニュースになったんだけど、新聞にも出た。で鴨志田氏は記者会見で、ビラが配布できないのは新人の選挙にとって大きな不利だと、彼女はね、うん、で市の選管の怠慢であり、市の選挙の姿勢を正すという意味で見過ごすことはできなかったと、うん、それでね、選管の方はあれだ、不手際だったということを認めていて、26日に異議申し立てをして、1ヶ月以内に結論を出すと。でこれで結論がね、出なかったらばね、あれだ、今度は北海道の、道の方の選挙管理委員会に申し立てをするの。したらね、驚いたのはさ、ここのさ、根室市っていうのはね、俺だよ、選挙候補がねえんだよこれ、選挙候補が。それだからさ、なんで分かんないじゃん新人は。でそれでさ、チラシは配れない。でこれ鴨志田さんのこれはねブログなんだけど、小さすぎるんでね、ちょっと文字を大きくしたのがこれがあって、ここにほらちょっと寄ってもらうと、異議申し立てっていう書っていうのを選挙管理委員会に出してるわけね。だからそれは9月14日執行の第16回、室蘭市長選挙は無効とする決定を求めるという申し立てをしたわけで、申し出をしたと、それで候補ね、届けの手引きのにも書いてなかった。それからね、彼女はそれを質疑してんですね、ビラ配れないのかと、ビラの作成は禁止されているという説明はしておりませんが、でこれ後で選管の方が認めてるのはね、可能であるという説明もしなかったと。何言ってんのこれ、選挙管理委員会の委員がね、そこのさ、行政側の事務局長とかいて、それから外部の人だっているわけなのに、ちゃんと報酬もらうんだよ、これ。結構いいんだよ。選管のとか教育委員とか。それでさ、知らんし、だけど、できませんとも、できるともできませんとも言ってませんって言ったって、何をやってるの、僕ら。とんでもない話だぞ、これは。それで確かにあれだよ、影響大きいよ、選挙候補も何もねえとこで。ね。まあそういうことなんで、ね。これどうなるかというので、北海道の道の方の選挙管理委員会でもね、これが棄却とかさ、あれだ、選挙に無効としない限りはこれはあれでしょう、訴訟に行きますよ。これは訴訟やった方がいいよ。今度全国で初めてだってよ、選挙管理委員会が公職選挙法の知らないでもってさ、こんなことやっちゃうってのは、もうバカもいい加減にしろって本当に。それで今度はね、
これのねハイライトをちょっと説明するんで、ちょっと資料の並べからするんでね、ちょっと一回止めよう。今日はチューホンって脱いじゃったよな。はい、それでね、これが決算書のでね、決算書の冒頭にね、あ、こんなパンフレットがあるわ。電源列の発生および目黒区で、この時はまださ、ゴミ焼却場の向かい側の中目黒の公園で見つかったっていうのはなかったんだけど、うん、あれだよな、昨日の新聞なんか出て、あの辺誰もいねってよ。そりゃそうだよな、あんなの食われたら嫌だもんな、あんなの。本当だよ。あ、それでさ、主な施策の、施策の成果についてという、成果っていうのはさ、ね、おう、ちゃんと結果が良かったことだよな、成果。こんなことやってながらさ、何が成果だっていうの、これ。東山小学校の、これ、3回も入札やって、こっちか、こっちの方ね、これこれちょっとやってみて。成果のつって、これ3回、4月、6月、7月ってやってさ、3回ともさ、成立しねえんだから。何を言ってやんだよ。成果じゃねえだろ、こんなもの。で、これの今ね、もう一回この4回目の入札を行うっていうことが決まったんで、そのことも言いますけど、これだってそうだろうね、電線類の地中化、都立大駅前200メートルとね、これをねやってるわけよ。ここでさ、この25年度だけのが出てから2900万2700万と、予算が2900万、あ、じゃない、3500万のうち2900万、それで3200万組んだうちの2700万、両方で、5500万ぐらい、5600万ぐらい使ってるわけで、これだけでも、これだけじゃねえんだから。じゃあちょっとこっちを説明しようか。でね、電線地中化っていうのはね、区長青木のね、2期目の選挙の時の、公約なんだ、選挙公約。それ で、やりだしたんだよな、やりだして。で、ところがね、あれと一緒に選挙公約したんだ、あの小学校中学校のあれです、あの、あれどっか行っちゃった、あったあったあった、んこれじゃなくね、あ、電線地中化はこっちですね。それでこれ前もってね、契約課を通じて都立大の駅前の200メートルにどのくらいもう過去に金を投入してんのかと言ったらば、22年度で5200万でずっと累計でここまで2億6800万843万1885円って半端な数字もあるんだけど、そして26年度で契約した金額で9400万あるの。だからトータルすると今までで3億6287万円余りあるのね。だから主なだったって、これ成果ってやってさ、25年度の分だけだけどこれ出てるからわけわかんないわけよ。で、いつも聞いたってさ、契約課長だってわかんないわけよ、こんな。うん。それで、集計したらこういうことになって、だから僕は質疑でね、で、あれはさ、この前から僕は補正予算の時なんかもね、私は理解力ありませんって言ってその前に言ってるからさ、委員会で。じゃあ理解力のねえやつに聞いたってしょうがねえから、質問して答えるのは、ね、あれだと。各部長がやってくれと言って、あいつに答えさせなかった。今回の場合はさ、区長の公約でこんなことをね、何の役にも立たねえんだから今現在で。それで他の削れっつってさ、図書館あれだよ、あんなの目黒区だけで、他の自治体でさね、ちょっと金が足んないなんてどこだっけってあんのにさ、図書館の開館時間を昼からとかね、11時からなんてしてんのないって、そんなもの。特に夏休みなんかさ、長いわけだろな、公立の小学校中学校ってあるわけだから、それ以外だって。だからこの辺の人のは世田谷のあそこ行っちゃうんだよ、奥沢の図書館に行っちゃったり、それから電車乗って渋谷の図書館行っちゃうとかさ、それから東京工業大学も一般に開放してるから、来る前にインターネットで調べて、だから東京工業大学の図書館にある本は閲覧できるの。俺二度行ったから前に。それは東大でもできる。ね、今、みんなその、地域に、役立とう、貢献しようということで、私立の大学も、まあ、あのね、あれだ、公立大学の方が、
あのサービスがいいけどね、総じてね、うん、だけどさ、そんなことを減らしておいてさ、それで前の教区長にね、あれだ、あれはね、途中で辞めた、人工芝化工程をなんでやるんだと、金がねっつってんのに、言ったら区長の公約ですからっていうの、区長の公約なら金がね、予算がねったってやんのかと、それはどっかの国の独裁国家あるめしさ。でこいつがね、直樹に聞いたの、ね、今いくらね、いくら今まで投入したって言ったら、全然そういうのチェックもしてね、で後ろ見てくる、ダメだぞ課長、こちゃいちゃっつってさ、そんなことも把握してないでさ、それで答弁したのがね、公約の政策として出した時には何千万かかるか何億かかるか知りませんでしたって、分かりませんでした、金いくらかかかんないでさ、分かんないで公約にしておいて、公約だからっつって、部下の役人がさ、そんな予算化してさ、こんなもん作ったって、あんなとこにさ、トルチダの駅前のにあれだよ、電線地中化したからったってさ、何の役にも立たねえだろあんなものね。えそしてこれは景観を良くするとかなんとかって書いてあるけど、それはさ、金が余ってる時にどぶり捨てたりしてもってねえからさ、使うのはいいよ。ね、本脇なんて書いてある？防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の充実や良好な都市景観を形成するため、電線類の地中化を推進するなんて言ってさ、何こんな寝言言ってんだっていうのが言う。図書館の開館時間だ、それから寝たきり老人のおむつ引っ張かすようなことしてさ、金やんねえでふざけたまねすんじゃねえと。それでね、これからあといくら投入したらあそこができるんだと言ったら、また分かんないわけ、後ろの課長聞いたりしてね。夜間の工事があったりするので細かい金額は分かりませんとか、そんなこと聞いてんじゃねえだろうと。バカなのかはぐらかそうとしてんのか、両方だよあれは。バカだよそんなの。いきなりさ、これからね、3億6000万も投入してるのに、あといくらかかったら完成するんだと。電線地中化っていうのは、電線下に埋めただけじゃダメだよ、上にいっぱいくっついてんだから、電信柱があったり、あれ取っ払って、一番新しいのはね、あそこの歩道と車道をほっくら返してたから、あそこを元通りにするだけで、それで1億近くの9400万もかかってんだよ。そんな寝言みたいなこと言いやがってさ。それでそれも答えられないでね、あと1890メートルですって言うんだよ。ただ後ろからこう聞いたやつだ、じゃあいくらだね、メーター50万だそうですとか言ってさ、バカ野郎と思ってね、初めね5つぐらい場所をやるつもりだった。でやめてあそこだけに、まあ見本でってね、そんなさ1890メートルもあってさ、50万で計算すると9億4500万だよ。おいでこれ、取り次ぎの近所だけでこんなことだったらさ、それだけで13億700万もかかって、これ後で調べてね、こういうの一回だけ言ったってダメなら、もうしつこく、もう今頃電線地上がなんかもう誰も忘れて出てこねえと思ってるから、って冗談じゃないよ、こんな無駄遣い。それとあと、ゴミのこともね、これだよ、こいつ。この間もね、私はね、理解力ありませんって言った、区長ってどんな面してんだって言ってさ、そば屋入ったら知らないおじさんがさ、須藤さんの、あれね、うちの若いのはね、あれだ、パソコンで見てね、ここにね、コピーしてくれたよとかなんか言って、どんな面してんだ俺だと、選挙の時見ねえかって、見たことねえよそんなやつは。これだから、おじさん、よく見ておいて。これがさ、何？電線地中化に何千万だか何億かかかるかしねえでさ、公約だなんつってさ、そんなの口に公約貼っとけよ、絆創膏でも喋れないようにさ、でさらめ言わねえ。それから今度あと、ゴミのことね。でゴミのことでそこに先にちょっと言っとくと、あれ写真どっか行っちゃったから、あれ後で言おうか。ゴミのセミナーの2回目があったんだ昨日ね。で1回目はね、定員の50人近く来て、あれ以上来たら座れねえななんて言ってたら、一気に減っちゃってさ、半分以下になっちゃって、まあね、でそれ後で戸田市のね、アラカンだって嵐勘十郎じゃないよ、還暦前後のっていうか、再任用でやってますって言ってた元気のおばちゃまだったから、還暦ちょっと過ぎたね、今還暦前後の人で、アラカンっていうかね、アラウンド還暦ね、和製英語で、じゃあゴミのどういうことを聞いたかっていうと、
あのね、製造工場はそれはね、その前は都がね、都の清掃局っていうことがところがやっていたんだけど、今ね23区東京都の特別区の23区は共同経営 共同運営で、清掃一部事務組合っていうのをやってるのね、うん、でそれでゴミ処理と汚水処理をやってるんだけれども、でそれでね、あの一番分かりやすいのは、さっき あのコピーが分かりやすいなと思ってね、持ってきた書類が、うん、あるんですが、あでもそれは読んで、僕は多少理解力がありますので区長よりはいいので、平成ね、あの15年の11月の特別区の区長会でね、区長会でそれで平成18年以降も、あれだ、その時に会議でもって、あの要するに自分のところに、あの清掃工場、ゴミを焼却する工場を持ってない区があるわけで、その前には軸内処理といって、東京都の清掃局があの全部仕切ってた頃は各区で、ね、自分のところから出た、目黒を例にとれば目黒から出たゴミは目黒の清掃工場で中間処理をしましょうと、で最終処理は東京が、ね、やって、それであの頃だと東京湾のこう埋め立てにそのね、あの燃やした後のあれを使ったりしたわけだけども、だから中間処理と燃やす処理は、ね、それは持ち込むのは、区がやるにしろ、あの共同一部事務組合っていう地方自治法で決められている、まあ、特別地方公共団体というような扱いでもって作るわけね。で23区で共通 して使いましょうということで、だけれども目黒区の場合にね、一番そのねとばっちりを食らっちゃってるのは、目黒はゴミの分別分けるね、うん、ことをしているのに、プラスチックとあの燃えるゴミ燃えないゴミで、燃えるゴミの中でもプラスチックはまた別にするとか、だけど区によって、だから目黒の場合には目黒区で燃やしている うちの目黒区内で出るゴミは 32% しかない、一番新しい数字で。でそれはこの間の僕の春先の、あの解放にも書きましたけど、目黒区内から持ち込まれて目黒区で燃やしているのは 68% もあるの。それでそれは都内の、世田谷区であったり大田区であったり、それからまあ杉並からもこう来たりね、で順繰り建て替えしていくから、建て替えてるところっていうのは今あの処理できないからね、そっちの方も回ってくるんだけど、一番その中で問題なのは、目黒区は軸のゴミは自分とこの区から出るのは厳しく分けさせてるわけだよね。で曜日によって回収する日も近い。でところが宅から来るのは分けてないんだから、プラスチックなんか入っちゃったよ。ね。そんなこともしないでさ、目黒が持ってこられて。じゃあそれは平成17年の、11月の特別区の区長会で決めて。で、区長会は、あの、その一部事務組合を略して一組と言ってますが、一組の評議員、ね。それから、各、議会の議長が、その一組の議員になってるんだね。そういう、まあ一応代表を入れると、選挙、区長も選挙で選ばれる、議員も選挙で選ばれて、そのうちの議長がいうような、一応大義名分あるんだけど、そんなさ分別 しねえ区のさ持ってきて目黒でね燃やされちゃってさ、イコールじゃないでしょそんなものは。それもでっけえ釜でさ、今度建て直すっていうさ、え、もう説明会が進んで、で区長なんかもう異議なしでやってるもんだから、ボン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 話が進んでね、何にもやってねえんだから、それだって細かいことは何にも覚えて、何もやってないって言ったら、何もやってないわけありませんとか言ってさ、言うバタバタ言ってるだけでさ、だっててめえで公約したさのがいくらかかるか知らないで、そんなさふざかって真似してさ、とんでもねえっていうの、そんなものを。それでまあそういうことで、まあゴミのこととかね、それ以外にもいろいろありました。それね、いけないのは、目黒のはね、あれよ、もう予算にしろ、決算にしろ、あれがね、もう出てきたものはさ、だからそれはこの間僕は毎日新聞のあそこの論点に書いておきましたから、目黒の場合には、党、政党別で言えば自民党、公明党、それからまあ民主党は今もう落ち目でさ、あれだ、民主党を名乗ってないんだ、刷新の会なんて言っちゃってさ、うん、いるんだけど、それはもう区長が出してくるものを、もうオールディエスだ、
な、やっちゃってるからあれなのよ。この決算に関しても初めからもう決算は認定されるという前提でやってきちゃってるからね、良くないの。それから今ねちょっと詳しく説明しておこうとも、あの資料がちょっと紛れ込んだんでちょっと止めてくれます。あの東山はい、でね、さっきもね、主な成果って言うけど成果が出てねえんだか、東山小学校の建て替え、みんな言ってるよ。なんだ小学校一つの建て替える入札も巡るはできねえのかなって言ってさ、うん、それでこれはね9月の22日にね、そういうその入札をしますという告示をしたと、じゃあ、入札をして開く日ね、改札日で今ね電子的に入札しておいて、ここの日にならないとわからない、ね、誰も見らんないようになってるということで、それでね予定価格38億2598万6000円、ね、だから3回目の時にはみんな予定価格を超えちゃって、ダメだったと。だから3回目のはあれなんです、29億3359万3200円と。だからそれプラス8億円アップさせたわけだよね、うん、というので、じゃあ条件としては3社 JV っていうのは目黒区の場合には3億円を超える入札に関しては JV っていうのはジョイントベンチャー、企業体を組めとね、一社でなく、で特に目黒の場合には目黒の区内業者っていうのは大きいところがないからね、だからここに書いてある、ね、第一順位 A 級150以内っていうこういうさランキングで都内のあれでそういうのに限る。だからこれは2、3位順位ね、で1社以上は区内業者、3社の場合には区内業者を必ず入れろと。だから最初はそうにしてたので、それで集まるみんな予定価格っていうか辞退が多かったり予定価格を超えたりみんな辞退しちゃったのね。それなんで2社にしたり、最後は突発してねやったりしたけど、また最初にだけど、これだってねあれだよ、それでね補正予算で11億2000万円アップさせたの。だから僕はもうちょっとアップさせるのかなと思ったら、積算したらこれが大丈夫だというのと、3回目の入札でね1社だけがあれだオーバーしてたけども入札したけどそれは失格という、それの金額がこのくらいのオーバーなんだろう多分な。だからそれが同じような値段の札を入れてくればそこへ落札できると。そんなの誰だってみんな考えるからさ、ただ他はもう少し高いの、安く、高いんじゃない、安いのを入れてくるっていうね、うん、いう計算なんだろうけど、それはそううまくいかないで、あれは7月の末にやってるからね、8、9、10、ね、11月の7日だから3ヶ月、ちょいあるわけよ。その間だって、今みんな上がっちゃってんだから、資材とね、あれだ、鉄骨をはじめ、いろんな資材だな、うん、はじめ、それからあとは人件費も上がってるな、労務費が。ということだから、都の場合には、この間、豊洲の築地の新築地市場みたいなもんだな、移転。だから、あれのは、600数十億だったのは、1.5 倍の、あれ、なんだっけ、1000億ちょっと越しちゃったんだからね、1035億だっけ、したら1034億で企業体がね落札したっつう。だからそれはみんなさ、向こう側の出来レースでさ単価上げようっていうようなことがあってね、そうだろ、横に談合してさ流しちゃって2回3回で今度4回目だから、ずっと制限価格を上げてくるわけだからね、御の字だよ。だけど談合してるとなったらそれはね刑事事件で犯罪だから、それは分かんないように、まあ今回やってるって断定してるわけじゃないけど、過去にあったのもそういうさ、あれだ、団子屋さんみたいなのが間にさ、団子じゃないよ団子屋ならね、団子をみんなで打ち合わせてね、儲けようということなんだけれども、まあ、それ一つそういうね、まあやるけども、これはてどうなるか。だからこの間僕はこういうことをやるよりも見積もり合わせでやる方法があるぞとね、だから何しろ何もね競争入札というだけじゃなく安くね作る方法ってあるんだから。それからこれ戸田市、埼玉県戸田市、これは荒川越えたすぐ向こうのとこだ、
ね、で僕その手前の板橋で生まれ育ったのは僕はそうだからね、戸田なんて言うと、だけど戸田はね、でこの吉田さんっていうこれはね、戸田市の職員を、32年やったって言ってたね、うん、それでね迫力あるおばさんで、喋り方がほら漫談のいるじゃない、綾小路金丸だっけ、あれ超よ、うん、自分のことを出したり、だからねいたのがね、であれだ、ね、老人問題のところで、それからあと生活保護担当、その後今度環境の方に来た、うん、で彼女はゴミをじゃなかった、資源ゴミのそれをね業者に売る時にもう業者と掛け合ってね高く売る、そのためには巻いてあるね、紐をあれだっていうのはあのプラスチックの紐だってそれほどいてやらなきゃなんないじゃない、うん、そうするとその分高く売れるとかね、いろんな交渉、うん、そういう話をねするわけ、それからあとは、区長を乗せてその気にさせる方とかさ、うん、もう本当にあれだ、自分の実体験があるからこの体でスピーカーもなしにさガン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 まくし立てて面白いんだ漫談帳でね、だけど内容はあれだ、あのね一番のは要するに生ゴミね、うん、厄介なのは生ゴミで、生ゴミを処理するのにこのバケツ、ポリバケツだな、専用ので、これを市で買ってみんなに持たせるわけ、それでこういうふうにして生ゴミをこのあれだ、いろんなもの、これは早く混ぜてさ発酵させて肥料として使えるようにするようにここを入れとくわけで、これで処理をしてこういう状態になって、昨日も見本でちょっとくれましたけどね、堆肥で、そうすると今度は花と変えるとね、うん、で花でないのがダメで、花があれだって花はいらないって言ったら今度野菜の苗もあったりするんだけども、うん、そういうことをやって非常にその、うまくいってますよという話で、うん、これがそのね東大の市長さんなんだけど、そういう話のことがありましたね。でまあ聞いてためになって、であの人が言っててね非常に参考になるっていうのはね、こういうその生ゴミを利用して肥料にするっていうにかくね、あれはねだから実際にスーパーなんかで、僕もそうなんだけど、僕はねちっちゃい、こんなちっちゃい小刀持ってんだ、で買ってくる時にさ、ネギなんか投げだろこれピョンとね、それからあとは大根の葉っぱがついてるのあれもったいないからね持って帰ってたんだけど、あんまりねあれまあ炒めて食べたりもしたんだけど、それから女房にあれでスープみたいなのもやったりしたんだけど、持ってくる時にさ入んなかったりするからピョンと切って、だから彼女が言ってんのを、だからプラスチック包装すごいでしょ、お刺身でも何でも過剰包装してあるから、あれみんな取ってきちゃってこっちへね家庭に持ってくると処理するのはね、区が処理をするわけだから区の税金を使うことになるから、あそこのそのスーパーマーケットに置いてきちゃうっていうの、バケツがあるからあそこに、そしたらあれ業者が払うから区が払うんじゃないからね、というようなそういうことも言ってた、うん、うん、それでね、あとほら戸田市はね協定をやってるよな、うん、協定な、うん、でで協定上のこととかね、それからあとはね釣り堀もやってるって言ったのかな、で客が入んないなって言ったから相談されて、自分のアイデアでね、女の立場からするとトイレの汚いとかみんな行きたがんないって言ったね、で特に女性用のところはトイレより綺麗にした方がいいとか、でその前に僕はあそこ大樽飲み屋さんのあれ去年ぐらいか一昨年ぐらいかトイレがすごい綺麗になったのな、だからあそこはね、この間あれだ、日テレのワイドショーで同じだった、で僕よりはかなり年下だけど、その連中と4、5人で、まあ、生ビール飲み行ったんだけど、そしたらね、まあ順番にトイレ行くわな、ビールでも飲んで、いやー小樽らしくねえな、綺麗になっちゃってってすごいんだよな、あそこの綺麗で、そしたらお客さんでね、女の子同士で来てたりね、うん、あれだ、女性客が増えてるよあれ、あそこは、だからあれやっぱりねトイレ効果だあれ、うん、それとあとはね下駄箱のとこでね、あれだみんな鍵がかかるようにしたなあれな、うん、だから今ほら靴でさ高いの履いてるのいるだろう、うん、だから普通いっぱいの目当てだとガシャでさ鍵のないとこもあったりするんだよね、ああいうね、
うん、だからそういう、だけど鍵よりも何よりもおトイレ効果だな、あれは、うん、でそんな話も彼女はさ、何もゴミだけじゃなくいろんな話して笑わせたりなんかしてたけど、だからこういう人が区 のあれだって、あの延長でまだね、あの環境の仕事をしてると言ってたけど、うん、それで声はでかいしね、 こういうあれだよ、体型だよね、迫力あって、一応ゴミの2回目のセミナーもあって、で3回目はね、早稲田大学の先生であれだ、あの地方自治法に詳しい先生だと言ってますが、あの一部事務組合というのはそもそもどういうものなのかと、あれ非常にね、あのダイレクトじゃないからね、そういうのをやられちゃってもね、あのそのやりにくいのよ、あの市民側として、うん、だって住民のいないさ、あれだから地方自治体みたいなもんなんだ、ね、それをうまいこと言ったのは斉藤先生っつって、一橋大学の名誉教授で、あの清掃教授のご近所に住んでいて、僕よりちょい年下みたいな年配の先生でね、でその先生は、まあ、あの近所にいて、もうあの22、3年前にさ、あの工場を作る時から、で本当は環境問題じゃなく経済史の先生なんだけど、まあそういう理論家もいるしね、だからゴミ問題っていうのは本当に、大きくて大変なんだけど、うん、あれだ、あれだ、23区やってるのは住民のためっていうよりはしわ寄せが目黒なんか来ちゃってからね、うん、それでね、他と同じでそのくらいの広さがあって、あれだ、1日600トンのいいじゃないかって言ってんだけどね、江東区はなんかさ、海岸プチにあるからね、海の方へみんな行っちゃうってわけよ、出た風、あら煙やなんかは。それと条件違うもんな、あそこな、住宅街なのにすぐ横小学校だもんな、あそこのところでね、宮本さんインタビューしてあれで、そうだよ、住宅なの小学校でさ、全然情報あれなんかよくねえもんだもの、それで同じに洗えたらさ、とんでもねえよ、それを区長だなんだっつってさ、頑張んねえんだからさ、困ったもんだ。まあそういうことで、え、もうあれだろ、デグネットのあのあれはね、なんだ、一筋島かとか何か言ってるか分かんないんで、やぶっかだよの、うん、早い話が。だけどもうあと一月も、10月の終わりになったら寒さで生きてらんねえって言うから、そしたら今度赤雲っていうのが三鷹の方にあったろな、あ西の方でめっかったって騒いで、あれすげえ毒らしいな、あんなんでちっちゃいな赤い雲が歩ってきたとも思えないけどな。まあいろんなものが今物流でさ、ね、いろんなものが動いてるからね、大量にさ、まあそういうことで、まだ今日は暑いですけどね、風邪ひいてるのが多いから気をつけましょう。はい。